見えないウイルスなんかに潰されてたまるか。ディーダラララララ I'm a dead body now ディーダラララララドッドギミ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 ステップ Yo! 知る FDS アクティブベイコンエクベイコン Did you really forget the failure? Who is the one? Who is the one? Who?今年のデッドポップフェスティバルは例年の半分5000人で、開催しました、入場者が半分になるってことは、まあ、当然予算も半分になるわけですよ。なので、まあ、いろんなところちょっとずつちょっとずついろんなところ予算削減してって、ブースもね、本当は出す予定だったブースも出せなくなっちゃったりとか、時間の都合で本当はもう一アーティストずつ各ステージ出したかったんだけどそれがダメになっちゃったりとか、でもその中でバスを減らすわけにはいかないしとか、いろいろもう本当開催前すごくどうしようこうしようってめちゃくちゃ大変だったんですけど、そんな中流れてくるニュースを見れば、オリンピックでサーフィン会場でフェスをやると、お酒も提供していいらしいと。俺は何のために頑張ってるんだろうってわけわかんなくなって、で開会式には2万人呼ぶ、それを1万人に減らしますとか言ってる。なんて言うんだろう、まあ、そのサーフィン会場のお酒提供はまあ中止になったそうですけど、当たり前だよね、本当に。世の中さ、
自分のお店でだよ、自分のお店でお酒提供しちゃダメっていきなり言われて、それでお店畳んだ人がさ、どれだけいると思ってんだよって。今日5000人に絞らなきゃいけなかった、そのせいで来れるはずだった5000人、いやもっとそれ以上の子たちが我慢してるわけじゃん。なんかそういうのを一回でも考えたことあんのかなって、すげえはあってなっちゃってね。なんかでも俺はだからといってオリンピックやるなとは全然思ってなくて、やったらいいと思うんですよオリンピック。まあ俺らが音楽に命をかけてる、みんなが音楽のライブに行くことに命をかけてるのと一緒に同じでさ、きっとスポーツに命をかけてる人がいて、オリンピックを東京でやるために命かけてる人がきっといるから、その人たちのことを俺は尊重したいと思うし、だからオリンピックどうぞやってくださいって感じなんだけど、だったら俺らにもやらせろよっていう、そういうスタンスで俺はいるのね。そうじゃん、だって開会式1万人入れていいんでしょ、デッドポップ1万人入れたって大丈夫だったじゃんきっと。だって誰も歌ってないんだよ。でも誰も見に来ないじゃん、俺らが歌ってないこと、我慢してること。上の人たち誰も見に来ねえよ。見に来ないでさ、一昨年まではみんなで歌ってモッシュダイブしてたでしょ。だから今年もダメだよっていうわけよ。もういい、どうせだったらその上の人たちが決めたルール正々堂々乗っかって、正々堂々そのルールの中で勝負して生き抜いてやろうって俺は思いました。みんなも、うん、そのつもりで今日1日、まあ、2日間やってくれたなと思います。出てくれたみんなもなんかもっとな、こう好き勝手やりてえなって思ったけど、きっとシムのために我慢してくれたんだと思うんですよ、いろんなこと。みんながモヤモヤを抱えながら2日間やってきてくれたこと、絶対京都大作戦とかそのもっと先の未来のロックシーンに絶対につながるんで、どうか誇りを持って帰ってください。みんなはただのフェスに来たお客さんのただの一人ってわけじゃない、未来のロックシーンの礎となった、土台となった人たちだと思います。何年か後にあのライブシーンに戻れた時にそれを実感すると思います。どうか今日は誇りに思ってバスに乗り込んで帰ってください。本当にありがとうございます。すいません、ちょっと喋りすぎたんで二文字で次の曲行きたいと思います。行きます。死ね。We'll be right back.
ないじゃん。ギターあんま上手くないじゃん。だってお前あやペタの次ぐらいでしょ。ちょっとじゃあやってみて。いけるー。いこう。 1 2 1